よだかの星。宮沢賢治。よだかは、実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて、耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥はもう、よだかの顔を見ただけでも、 嫌になってししまううという具合でした例えばひばりもあまり美しい鳥ではありませんがよだかよりはずっと上だと思っていましたので夕方などよだかに会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでしたもっと小さなおしゃべりの鳥などは いつでもよだかのまっこうからわるぐちをしましたへまたでてきたねまああのざまをごらんほんとうにとりのなかまのつらようしだよねえまああのくちのおおきいことさきっとカエルのしんるいかなんかなんだよこんなちょうしです ああ、よだかでないただの鷹ならばこんな生半可の小さい鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて体を縮めてこの葉の陰にでも隠れたでしょうところがよだかは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでしたかえってよだかは あの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べカワセミはお魚を食べヨダカはハムシをとって食べるのでした。それによダカには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたからどんなに弱い鳥でも。 ヨダカを怖がははずはなかったのです。「それならタカという名のついたことは不思議なようですがこれは一つはヨダカの羽がむやみに強くて風を切ってかけるときなどはまるでタカのように見えたことともう一つは鳴き声が鋭くてやはりどこかタカに似ていたためです」。 もちろんタカはこれを非常に気にかけて嫌がっていましたそれですからヨダカの顔さえ見ると肩を怒らせて「早く名前を改めろ名前を改めろ」というのでしたある夕方とうとうタカがヨダカのうちへやってまいりました「おいいるかい、まだお前は名前を変えないのか?」。 ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か、夜でネクチゃー出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。たかさん、それはあんまり無理です。 私の名前は、私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいよ。俺の名なら、神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と、両方から借りてやるんだ。さあ、返せ。たかさん、それは無理です。無理じゃない。 俺がいいな、教えてやろう。「一蔵というんだ一蔵とな」「いいなだろう」そこで名前を変えるには「解明の披露」というものをしないといけない。いいかそれはな首へ一蔵と書いた札をぶら下げて「私は以来一蔵と申します」と工場へ行ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。 そんん。なことはとはてもできませんい,いやできるそうしろもしあさっての朝までにお前がそうしなかったらもうすぐつかみ殺すぞつかみ殺してしまうからそう思え俺はあさっての朝早く鳥のうちを一軒ずつ回ってお前が来たかどうかを聞いて歩く一軒でも来なかったという家があったらもう貴様もその時が おしまいだぞ。だってそれはあまり無理じゃありませんかそんなことをするくらいなら私はもう死んだほうがましです今すぐ殺してくださいまあよく後で考えてごらん一蔵なんてそんなに悪いのじゃないよ鷹は大きな羽をいっぱいに広げて 自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。いったい僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔はみそをつけたようで口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊の目白が巣から落ちていた時は。 助けて巣へ連れててれ行ってやっやた。そしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだなそれからひどく僕を笑ったっけそれに「ああ今度は一蔵だなんて首へ札をかけるなんてつらい話だな」。 あたりはもう薄暗くなっていました。よ。だかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって、音なく空を飛び回りました。それからにわかによ。だかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるでやのように空を横切りました。 小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はねずみ色になり、向こうの山には山焼けの日が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは、 空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがユダカの喉に入ってひどくもがきました。ユダカはすぐそれを飲み込みましたがその時なんだか背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く東の方だけ山焼けの日が。 赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかえたように思いながらまた空へのぼりました。また一匹のカブトムシがよだかののどに入りました。そしてまるでよだかののどをひっかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたがその時急に胸が。 ドキッとして、ヨダカは大声を上げて泣き出しました。泣きながら、ぐる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 空をめぐったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが、毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が、今度はタカに殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらい。 辛い僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いやその前に僕は遠くの遠くの空の向こうへ行ってしまおう。山焼けの日はだんだん水のように流れて広がり。 雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そしてよだかの降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急のごようですかいいよ。 僕は今度遠いところへ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕、一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならないときのほかは。 「いたずらにお魚をとったりしないようにしてくれ」ね「ねさよなら」「兄さんどうしたんです?」「まあもうちょっとお待ちなさい」「いやいつまでいてもおんなじだ」「鉢すずめ後でよろしく言ってやってくれ」「さよなら」「もう会わないよ」「さよなら」 ゆだかは泣きながら自分のおうちへ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧をすって青く冷たく揺れました。ゆだかは高くキシッキシッキシッと泣きました。そして巣の中をきちんと片づけ、 きれいに体じゅうの羽やけをそろえてまた巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東からのぼりました。夜かはぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さんお日さんどうぞあたしをあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでもかまいません。 私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください!」。行っても行ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました「お前はよだかだの?」。 なるほど、ずいぶんつらかろう。今夜空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはおじぎを一つしたと思いましたが、急にぐらぐらして、とうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで 夢を見ているようでした体がずーっと赤や木の星の間を登って行ったりどこまでも風に飛ばされたりまた鷹が来て体をつかんだりしたようでした冷たいものがにわかに顔に落ちました湯高は目を開きました一本の若い鈴木の葉から 露が滴ったた。のでしたもうすっかり夜になって空は青黒く一面の星がまたたいていました。湯高は空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。湯高はその日のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。 そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん西の青白いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでもかまいませんオリオンは勇ましい歌を続けながら。 だかなどは点で相手にしませんでした。だかは泣きそうになって、よろよろと落ちて、それからやっと踏みとまって、もういっぺん飛びめぐりました。それから南の大院座の方へ、まっすぐに飛びながら叫びました。おっさん南の青いおっさんどうか私を。 あなたのところへ連れてってください。焼けて死んでもかまいません。お犬は青や紫や木や美しくせわしくまたたきながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだいたかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年。 く年だそしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた二ん飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星ま。 あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか近くに海がなかったら。 氷を浮かべたコップの水の中へ飛ぶ雲のが伊東だ。湯高はがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた四辺、空を巡りました。そしてもう一度、東から今、登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様どうか私を、 あなたのところへ連れてってっください焼けて死んでもかまいません。わしはおうふうに言いました。いやとてもとても話にもなんにもならん。星になるにはそれそうの身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。 ユダカはもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきましたそしてもう一尺で地面にその弱い足がつくという時ユダカはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました空の中ほどへ来てユダカはまるでわしが熊を襲う時するようにぐるっと体をゆすって 毛を逆立てました。それから、きし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 と高く、高く叫びました。その声はまるで高でした。野原や林に眠っていた他の鳥は、みんな目を覚まして、ブルブル震えながら、畏苦しそうに星空を見上げました。 ゆだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの日はたばこの吸い殻の位にしか見えません。ゆだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。 それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は不意語のようです。寒さや霜がまるで剣のように夜高を刺しました。夜高は羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもう一遍ぺん空を見ました。そうです。これが夜高の。 最後でした。もうよだかは落ちているのか、のぼっているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、たしかに少し笑っておりました。 それからしばらくたってよだかははっきりまなこをひらきましたそしてじぶんのからだがいまりんのひのようなあおいうつくしいひかりになってしずかにもえているのをみましたすぐとなりはカシオペア座でしたあまのがわのあおじろいひかりがすぐうしろになっていました そして夜中の星は燃え続けました。いつまでも、いつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。